自分は、理解祖の直接的には、中華思想の皇帝、それにしか、被害を受けていない。だから、朝鮮王朝の末裔、それが実はいかにグロテスクな人以外、であるとしても、それ、を糾弾する理由は、ない。漫画家にしろ、お前の漫画など豚の餌以前の、ゴミだ、とか。まあ批判することはできても。だったら読まなきゃいいだろ、終了。とはいえ想定では、それ、はい、今も、新たなる中華思想の皇帝を探し、暗躍している。オーガさん、ガール？それは届かないのだが。今のところは、だ、なんせ朝鮮は数千年来の奴隷国家であり。そこ、で培われた感覚は、そうそうたやすく、間違っていた、にはならない、そこは60代前後の感覚にも近い。ともかく、オーガさんの決定に逆らうと死にます。それが現実であれば、やがては、しかし、やがては、いつ、